バイエルンミュンヘン FW サンドロ・ワーグナーがシュツットガルト FW マ・ピオ・ゴメスに宣戦布告したと、6日の独紙ビルトが以下のように報じた。W 杯ロシア大会に向けたドイツ代表で、典型的なセンターフォワードのポジションは一つしかない。ゴメスとワーグナーがそのポジションを争うと見られている。ゴメスはケルン戦で2ゴール、ワーグナーもフライブルク戦で1ゴールを挙げた。ワーグナーは試合後、他の誰かは自身の代理人に W 杯への前払いをしたようだ、とチクリ。ことの発端はゴメスの代理人ウリフェルバーが2週間前にビルト氏のインタビューに、B ミュンヘンに所属し、ているだけでゴールを決めていないのなら、W 杯のメンバー入りは保証されない、とコメントしたことだ。どちらにチャンスがあるのだろうか。ワーグナーは17年に初めて代表入り、コンフェデ杯優勝を含めて7試合で5ゴールを挙げている。一方のゴメスはコンフェデ杯ではメンバー入りせず、その後代表でのゴールは1点のみ。最近4試合連続でメンバーから外れている。スットガルトのタイフン・コルクト監督は、レーウ監督はゴメスが何をできるのかをはっきりと分かっていると確信している、とバックアップする。一方のワーグナーは、レーウ監督が決断する。僕はどんな決断も受け入れるよ。でも一緒に行けるととてもポジティブに見ている。僕は自分のことしか見てないし、自分のプレーに納得している。どのクラブでもゴールを決めてきた。ダルムシュタットでの残留争い、ホッフェンハイムで欧州リーグに進出し、今 B ミュンヘンでリーグ優勝に向けてゴールを決めている。